まあ今、例えばイスラエルとモサドでやってるけど、ああいうところでそういう技術があれば、さあ戦い方も全然変わりますよね。で、北に対する向き合い方も変わるかもしれないね。北朝鮮で,で、うん。だから、まあ、あのー、今の国のアリスっていうドラマがあったんですけど、あのー、そこでこうゲームに負けた人が、あのー、空からレーザーで射殺されるんですけど、そういう世界ができますね。うん アメリカが実用化したレーザー兵器ありますけど、それを使うと、本当に宇宙からそのピンポイントで、じゃキブジョンを射殺するみたいなことができるようになります、うん、そろそろレーザーはそういう領域に来たでしょうね。はい、いわゆる、まあ、昔でいうウルトラマンのスペシウム光線みたいな夢の,夢の世界だったんだけど、なんか、はい、来てる感じありますよね、最まあ、ここまで来るとね。はいはい はい、でさっきの GPS、光甲子時計の GPS、うん、そしてこのリ,リモセン衛星というか、うんうん、とその通信衛星の組み合わせをやると、うん、世界の覇権に切れちゃうんですよ、うんまあ、日本はね、まあ、昔、衛星はいろんなとこで上げてて、今、いろんなとこは持ってるわけじゃないですか、国交省が持ってたり、はい、まあ,あとは気象庁が持ってたりね、あまあ、環境省なんかも持ってたりするし、でやっぱりそれを統合して、はい あの、ちゃんと使いこなして情報を活用して安全保障にも利用するっていうことができれば相当の国力にはなるんですよね。だからそれを、はい、まあ宇宙局、あの、要するに内閣、今どっちだ、内閣府か。